なおチャンネルスタート。はい、どうも皆さんこんにちは。なおチャンネルのなおです。10月1日ね、何の日か皆さん分かりますか？これ多分ね、YouTube 見てる方も絶対分かるはず。ていうかもう、このナオサックがある時点で分かるはず。いや、ナオサック久しぶりに来たよ。そうなんですよ。実はね、10月1日はなんと、カジサックさんの YouTube 4周年目なんですよ。すごいわ。ナオサックが登場したのもう、約もう1年ぶりですよ。ていうかもう、約じゃない、もう1年ぶりだ。去年の10月1日以来ということなんですよ。もう、久しぶり。行っちゃいました。カジサックさんも本当にすごいです。もう今年っていうか、もうまだ今年はね、まだ終わってないけども、2022年ももうすごいですよ。オフ会もやりました。家族という本をね、出版されて、どん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 ともうレベルアップしながら、チームカジサックさんもやっぱりもうすごいですね。安武さんがなんともうあのモーニング娘。元モーニング娘のあの新垣梨沙さんとも結婚ですよ。日本の未来はウォー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 、結婚しちゃったんですよ。すごくない？本当にね、これもめちゃめちゃね、言ってるけども、もうカジサックさんがいなかったら自分ね、YouTube やっていなかったと思います。カジサックさんがもう本当に YouTube をやってくれて、もう僕はもうこういう風に長く YouTube を続けられるし、動画もね、投稿できるので、カジサックさんも本当に恩人でございます。いつかね、僕の YouTube が大きくなりましたら、ぜひともコラボよろしくお願いいたします。すいません、もうこの格好しちゃったんですけども、どうかお許しください。でもね、ナオサックは今回の動画だけで終わりではございません。もしかしたら、誕生日企画の時に、出てくるかもしれません。遅めの誕生日企画を出しちゃいますけどね。本来であればね、8月11日、まあ、間近とかだったらね、出すと思うんですけど、もうまさかのだいぶ先の誕生日企画に出すかなと思いますね。っていうかもう出します。もう計画がね、進んでおりますので。なおさっくでもね、なんか運動企画やってみたいなっていうのを考えております。ということで今回はですね、カジサックさんの4周年ということでお祝いしました。最後までご覧になっていきありがとうございます。以上、なおチャンネルのあとしたん、またいつかお会いしましょう。See you! カジサックさんのね、来年の募集でめちゃめちゃ楽しみにします。オフ会行きたかったー。来年は来たら行きたいなー。っていうか、オフ会開催されないといけないね。皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。See you!